送信当局者 RNC 栗林南中継局は香川県高松市の出産に置かれていた西日本放送のアナログテレビジョン放送の小規模中継局であるアナログ放送専用の中継局であるため2011年7月24日のアナログ放送停波に伴って廃止されたこの中継局の電波法に定める放送区域は 香川県高松市花の宮町、上野町、室町、室町東派ぜ町及び、西派ぜ町の全域並びに、出身町、上町、松並町、西春日町のほぼ全域並びに、栗林町3丁目、桜町2丁目、田村町、三条町及び、不施市町の各一部、約5700世帯である。高松市本町地区の栗林町の一部のほか、 鶴尾地区の大部分を放送区域としている。なお、この壺根は西日本放送の電波しか出していないため、NHK と西日本放送も含む民放は、前田山送信所からの電波を受信している。また、デジタルテレビ放送も同様となる。そのような理由から、この中継局にアンテナを向ける世帯は皆無に等しいが、鶴尾地区からは多くの世帯が受信する。 前田山という h f アンテナの方向がほぼ同じのため、この中継局も前田山と同様かそれ以上に鮮明に視聴できる世帯も多い。1970年頃まだ前田山中継局はなく、高松市周辺で西日本放送を視聴するためには、当時の五色台、西方送信所にアンテナを向ける必要があったが、この地域から五色台までは、 ミネヤマ、キヨシネガイテラヤマが、地形に立ちはだかり障害となって電波が阻まれる、環境にあった。そこでそれを解消する目的で1971年12月21日、地形の東端にあたる、室山に、この中継局が開局した。なお同時に栗林北中継局も開局している。その後、1986年9月17日に、五式台。 西方送信所は、岡山県玉野市の金鉱山送信所に移転、それに先立ち1985年3月27日に、前田山中継局が開局し、この地域でも障害物のない前田山から、良好な電波を受信できるようになった。前田山を受信すれば、西日本放送を含めたテレビ全局を受信できるため、あえてアンテナをこの栗林南中継局へ向ける。 必要性は薄くなり、段階的にこの中継局へアンテナを向ける世帯は、減少アナログ放送が終了する頃になるとほとんど解無になった。そのためデジタル放送以降に際しては、この中継局にデジタル局は地局はされず、前田さんの受信に一本化されるため、この中継局は2011年7月24日をもって廃止された。ありがとうございます。